ケーキがとっても美味しそうに見えるのか、キラちゃんのケーキを取りに行ってしまいます。で、昨日はですね、かなり順調に2頭とも自分のケーキを食べていたんですが、今日はキラちゃんのケーキがちょっと目についてしまったんですかね、ほぼほぼ食べられてしまうんじゃないかなと思います。で、キラちゃんの方はですね、最初に言いました通り、エビやカジキやタラが一切食べることができません。なので今メイちゃんのケーキを持っていますが、上に乗ってるのはおそらく何も食べることができないんじゃないかなと思います。あ、そうですね、食べることができないので離れてしまいました。メイちゃんの方はちょっと私からは見えないんですけど、キラちゃんの方のケーキを食べて、そうなんです。メイちゃんですね、とっても賢くてですね、キラちゃんがメイちゃんのケーキを食べることができないというのを自分で分かっていまして、なので先に、そうです、先にキラちゃんの方のケーキを奪いに行きまして、後でゆっくり自分のケーキを食べるという